皆様、こんばんは。またアメリカの皆様、おはようございます。欧州からご参加の皆様、こんにちは。コロンビア大学教授の伊藤隆俊です。本日はコロンビア大学ビジネススクール日本経済系研究所 CICEB 主催のコロナ時代の、日本経済ウェビナーシリーズ第2回にご参加いただきまして、ありがとうございます。ご存知の方も多いと思いますけれども、 CICEB は1986年に、ヒュー・パトリック教授によって創設され、それ以降、日本経済、それからビジネスに関する理解と知識を深める目的で、多くの活動をしてまいりました。それにあたり、30を超える法人個人のサポーターの皆様に支えられて、おります。本日も日本、アメリカ、アジア、世界の皆様にこのウェビナーをお届けできるのも、スポンサーの方々のご寄付のおかげであります。ここに御礼申し上げます。CICEB のイベントは通常、その英語で行われまして、日本経済、あるいはそのビジネスをアメリカの皆様に情報を発信するということをしておるのですが、今回は前回に引き続き日本語でお届けして、その広く日本の皆様にも参加していただこうという趣向でございます。では早速ですけれども、本日のテーマと、それからパネリストの紹介をさせていただきます。テーマは、ウィズコロナ時代の国際金融機関と日本の役割ということで、国際金融機関というもののトップにおられる方、およびトップにおられた方をお招きしております。アイウェイを順で、浅川正嗣アジア開発銀行総裁、古澤光弘国際通貨基金副専務理事、本田恵子セギングループ MIGA 元長官 CEO で、現在はコロンビア大学国際関係公共政策大学院のアドジャンクトプロフェッサーをされております。この3人の方を招きまして、国際機関がコロナにどう向かい合っているのか、世界経済をどう予測し、それに対処しようとしているのかということをお話しいただくとともに、できればその日本がどういう役割を果たすべきか、あるいは日本人が国際機関の中でどういう役割を果たしているのかということにも触れていただきたいというふうに思っております。で、ご存知のように、また前回少しお話し申し上げたように、コロナ危機というのは、経済に関してはですね、その需要ショックであるとともに供給ショックであるということで、非常に急速な落ち込みをしています。で、これに対して財政金融政策、各国がですね、財政金融政策を持って経済の下支えをするということをして、その懸命にその急速な落ち込みがですね、さらに悪循環を引き起こして落ち込んでいくということを防ごうとしているわけです。で、先進国は、財政力がありますので、独自の政策ができるわけですけれども、特に新興国、発展途上国はなかなかその自国だけではできない。そこにその国際機関が関与する役割が出てきます。で、またその今回の危機がですね、前回、10年前の世界金融危機、あるいはそれずっと前の大恐慌といわれる1930年の大恐慌と比べてどうなんだという話もありますので、まずその予測の、これからどうなるかという予測について、お話をいただこうと思いますが、1枚だけですね、ちょっとチャートを共有させていただいて、すいません、これで見てください。IMF が、これはワールドエコノミックアウトルックの最近の予測を6月に改定したものであります。で、アメリカがですね、だいたいマイナス8%を予想しています。今年の落ち込みですね。で、日本はマイナスの5.8。
で先進国全体あ経済あの全世界でマイナス 4.9、ですが先進国でマイナス8、ところがその発展途上国それから新興国ではマイナス3というふうに先進国よりは落ち込みは小さいという予測をしています。この点今回少しお話を皆さんのお話を伺いたいと思っております。それからその、新興国の中でもですねアジア の, その、落ち込みの程度というのは、中国はまあプラスだろうという予測もしてますし、それ以外の ASEAN 5カ国でもマイナス2というふうにアジアの方が他の地域ですねラテンアメリカとかアフリカよりも落ち込みは低いと。じゃあアジアはどうしてうまくいきそうなのか、いくと予想されているのかという点ももう一つその話題にしたいというふうに思っております。で、もう一つですね、お話ししたいのがリーマンショック、それから大恐慌との比較でどうなんだという話でありまして、もちろんその大恐慌、まあ、1929年の株価下落から始まったとして落ち込みは非常に大きく1年目の落ち込みは大きく今回の危機も同じぐらい落ち込むと予想しているんですけども大恐慌はそこからさらにその2番底に向かって、落ちていきましてこれは通常政策が失敗したという整理になっています。で今回の IMF の予測というのは2021年にはそのプラスの 5.4 と急回復する、その V 字回復するというのが IMF の予測になっています。これが楽観的すぎるのか、こういう経過をたどるのかということは今日のお話の一つのテーマになると思います。で、リーマンショックの場合は落ち込みが2年続いて、そこから緩やかな回復に向かっていったということでありまして、まあ、こういう経路をたどるんじゃないかというふうに考えている人もいるのでその急速の落ち込みの後これはまあかなりコンセンサスがあるんですがその後どういうことが起きるのかということについて、少しお話を進めたいというふうに思っております。でパネルの皆さんにですねイニシャルリマークスという形でプレゼンをしていただきましてその後私が直とすぐに聞きたいことを聞きまた次のパネルの人に方に移っていきで3人終わったところで全体のその Q&A 皆さんからいただいた質問も含めてですね Q&A をしたいというそういう進行にしたいと思っております。でパネルのそのイニシャルリマークスの順序でありますが今私がお示ししたその、IMF の予測というのがありますので、順序はですね、まず IMF の古澤さんから始めまして、次に浅川さん、それから本田さんとこの順番で、いきたいと思います。では古澤さんよろしくお願いします。どうも伊藤さんありがとうございました。日本の皆さんこんばんは。アメリカの皆さんおはようございます。お話ありましたようにですね、IMF は、ちょうど2週間前ですけれども世界経済見通しの改定を出しました。今年の成長率がマイナスの 4.9 来年がプラスの 5.4 ということで、前回の4月のですね、改定からそれぞれ 1.9、0.5 を引き下げました。これはロックダウンの期間中のですね、経済活動の打撃が、予想以上に大きかったというのが大きな要因ですけれども、危機の前の1月に行った見通しに比べるとですね、来年の GDP というのはマイナス 6.5% ということで、この今年と来年の合わせるとですね、2年間で12兆ドルの損失が見込まれるという見通しになっています。95% の国でですね、1人当たりの GDP が今年昨年を下回るということです。伊藤さんの方から V 字回復というお話がありましたけど確かに数字を見るとそうなんですが、GDP のレベルというので見るとですね、来年の GDP のレベルはかろうじて、去年2019年のレベルを上回る程度ということです。中国を除けばですね、
先進国、新興国ともにですね、来年の GDP は、19年、去年に達しないという、まあ、厳しい状況になっているわけです。新興途上国の方が先進国ほど落ち込みが少ないというお話ありました。確かに先進国がマイナス8、新興国がマイナス3ということで、中国を除くとですね、新興国の中から中国を除くとマイナス5ということになるんですが、もともと新興国の方が成長率が高いといった要因もあると思います。また危機の影響という観点からするとですね、1月時点の見通しと今回の見通しと比べてですね、今回の危機でどれぐらいその下振れしたかという数字で見てみるとですね、2019年から2022年この2年間でですね、先進国が 6.1 下振れするのに対して、新興国はですね、中国を除いて考えますと、7.7 下振れするということで、まあ、危機の影響というのはですね、かなり新興国の方に大きいというのが、まあ、我々の見方であります。アジアの新興途上国、中国があるんでですね、数字がよく出てます。先ほどのテーブルの中でですね、アジアの新興途上国のマイナスが 0.8 ということでしたけれども、中国を除けばですね、マイナスの 3.2 ということになる。中国経済がアジアの新興国の中でもう6割を占めてますので、その要因が大きいわけです。で、一つにはコロナの影響がですね、アジア地域は他の地域に比べてそれほど大きくないというのが、ポジティブな側面で、その点は非常にいいんですけれども、ただ他方ですね、グローバルサプライチェーンへの依存度が高いと、あるいは、危機で一番影響を受けやすい非正規の雇用者が多いという点ではですね、アジアの回復というのは割と長くかかるんじゃないかと、今の我々の見通しでは来年再来年2022年でもですね、危機前の予測に比べて 5% ぐらい下振れするんじゃないかという予測をしています。ご指摘のように相当不確実性が高いものですから、4月の見通しと同じようにですね、今回の見通しも、前提を置いてるんですけれども、このベースラインの前提はですね、感染が減少している国では、これまでのような厳格なロックダウンはもう必要ないでしょうと、検査とか隔離で対応できるでしょうと、それだけ経済へのインパクトが少ないということですけれども、それから金融市場のですね、状況、後でちょっとご説明しますけれども、比較的いいものですから、その状況が続くという見通しでですね、これを伸びと数字を出しています。これはベースラインのシナリオで、他方は2つ別のシナリオを用意してましてですね、悲観的なシナリオと楽観的なシナリオと。で、悲観的なシナリオは、来年の初めに、コロナの第2波が来ると。そうなると当然金融市場もタイトになりますから、その場合には来年の GDP はベースラインよりもですね、さらに 4.9% 下がると、5.4 上がって 4.9 下がるということですから、ほぼゼロに近い予測になるわけですね。逆にコロナをうまくその封じ込められればですね、楽観シナリオですけれども、今年の GDP はベースラインに比べて 0.5 上がり、来年は 3% 上がるということです。ちなみに、日本の予測については先ほど伊藤さんのから話がありましたが、今年はマイナスの 5.8、 来年が、プラスの 2.6 ということで、4月の段階からそれぞれ 0.6 下げました。これはコロナの抑制措置のですね、影響が予想以上に大きかったということ、それから輸出観光への影響がですね、大きかったということによります。ただアメリカとかユーロ圏がですね、 2% 以上見直しを下げてますから、それに比べればそれほど大きくないと言えると思います。これが予測なんですけれども、マーケットの状況はですね、こういった実体経済とは若干乖離してまして、株は3月底値にですね、すでに1月の水準の 85% を回復していると。でクレジットのスプレッドもですね、ピーク時の、3割まで下落していると。新興市場国からの資金流出もですね、3月は1000億ドルぐらいあったんですけれども、これも安定化しているということで、ロックダウンの緩和、それからその金融緩和がですね、これからしばらく続いて経済を下支えするということがですね、
この景気回復への楽観論の背景にあるわけです。中銀が大量に流動性を供給しているというその政策も後押ししてですね、新興国の中でファンダメンタルズのいいところはですね、すでにこの半年でですね、今年前半1240億ドルですね、マーケットから資金調達をしています。これは去年の 1.5 倍になるわけです。で特に4月から6月の第1四半期はですね、830億ドルの資金調達をしている。ただこういう状況というのはですね、コロナの第2波が来るとか、あるいはロックダウンが再導入されるとかですね、貿易摩擦が再燃するといったことで、まあ、反転する可能性があって、そうなれば、株とのリスク資産が売られてですね、価格の調整局面に入って、景気回復が、まあ、頓挫するというリスクがあるわけです。またより根本的にはですね、かなりその債務が積み上がっています。企業部門の債務は今 GDP 比で過去最高に近づきつつあると。それから公的債務の方もですね、世界全体で今年おそらく GDP 比で 100% を超えるという状況です。で、企業破綻が続く、それによる、そうするとですね、銀行の健全性にクエスチョンマークがつきますし、まあ、新興国がですね、格下げになる、すでに産油国のうち3分の1が年初来格下げになってますし、産油国の4分の1が格下げになってますから、そういうことになるとロールオーバーの資金調達コストが高くなって、また資金が流出するということで、景気回復が軌道に乗った段階でですね、こういう脆弱性を解消していくということが必要だと思います。当然背景にあるのは、さっき伊藤さんからお話がありましたように、各国がですね、強力なその財政政策を行って、まあ、11兆ドルという財政、出動しています。半分ぐらいが真水ですけれども、世界金融危機の頃は1兆ドルですから、もう桁違いに大きいわけですね。それから中銀、主要先進国の中銀、この半年で6兆ドルの資産を買いましてですね、流動性を供給しているということで、これは世界金融恐慌の2年間のですね、2倍に当たります。まあ、そういったことが背景にあって、まあ、そういうその政策対応自体はですね、経済の底割れを防ぐという意味で評価できるわけですけれども、まあ、その副産物についてはですね、景気回復が軌道になったところで、解消していく必要があると思います。最後にIMF の対応ですけれども、まあ、IMF は今回の危機で、まあ、非常に迅速にですね、対応しまして、緊急融資、これは条件、コンディショナリティのない、IMF が通常融資するときはいろんなコンディショナリティをつけるわけですけれども、コンディショナリティのない融資、これは倍増いたしましてですね、それぞれ各国が使える金額を倍増して、100カ国以上からの要請を受けてですね、すでに72カ国、250億ドルを供与しています。私も1日に3カ国ぐらいの理事会をチェアしましたけれども、それからフレキシブルクレジットラインというですね、経済のファンダメンタルズ、それから政策が良好な国がですね、まずいざという時にお金が借りられるというクレジットラインの制度があるんです。でこれはこれまで、メキシコとコロンビア2カ国、まあ、かつてポーランドも使ってましたけれども、利用が少なかったんですが、今回ですね、チリとペルーが加わりまして、これによって世界全体で1070億ドルのクレジットラインが今引かれているということです。で合わせて、今回ですね、短期の国際収支困難に対処するためにですね、 SLL というショートタームリクイディティラインという新たな融資制度も作りました。途上国向けにはですね、最貧国で IMF からお金を借りているところが、お金を返済するためにですね、コロナ対策ができないということは困りますので、CCRT というエボラの時に作った制度をですね、見直しまして、今回28カ国にですね、 IMF の債務の免除を行っていると。で、状況的な資金も相当出てますので、それが足りなくなる PRGT といいますが、それに備えてですね、資金を調達するキャンペーンも行って、まあ、ほぼ目標額を達成したというところです。政策面ではですね、各国がいろんな政策を行っている、これをポリシートラッカーというのでですね、IMF のホームページで、まあ、日々
アップデートして皆さんの参考にしていただく、政策担当者も参考にしていただけたということで、まあ、かなり迅速に対応して、まあ、引き続きですね、経済が再開、回復していく局面、それに応じてですね、資金支援、それからノウハウでの支援を行っていきたいと思います。最後に一言だけ、日本の役割、貢献ですけれども、先ほど申し上げました状況的な PRGT という式についてはですね、日本は他国に先駆けてですね、最大規模の貢献をしていただきました。また債務免除のための CCRT にもですね、イギリスと並んで大きな貢献をしていただいたということであります。第二の出資国としてですね、資金的な支援に加えてですね、自らのその政策対応を通じてですね、政策提言も発信していくということがですね、期待されるということだろうと思います。私の方から以上でございます。どうもありがとうございました。ちょっと1点だけフォローアップでお聞きしたいんですけれども、そのコンディショナリティのつかない、短期の流動性、支援、特にそのクレジットラインを引くっていう、SPL とは別の仕組みですね。はい。で、その以前討論されたけれども、実現に至らなかった、反対する国があって実現しなかったということがあったんですけれども、それが今回は実現したということなんですか？そういうことですね。今回SLL ということでですね、名称を多少変えましたけれども、ほぼ同じ制度であります。2017年の時に全体のですね、融資制度を見直す時に、これも合わせて、議論されたんですけれども、加盟国の十分な賛同が得られなかったということでですね、実現しなかったんですが、今回はそれが実現したということですね。わかりました。ありがとうございました。では次にその、アジアの状況に特にフォーカスを当ててですね、アジア開発銀行総裁浅川さんからお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。どうも伊藤先生ありがとうございます。アジア開発銀行の浅川でございます。今日は少しお時間をいただいてアジアの話をさせていただきますが、スライドを用意させていただきましたので、それを見ていただきながら、お話を聞いていただければと思いますが、じゃあ2ページ目これを送ってですね、その次の、まず2ページ目のですね、左側を見ていただきますと、人口100万人あたりの感染者数、当然アジア銀ですから、アジア域内の話ですが、載ってます。これ7月6日現在の話です。で、これ見ていただくと、すぐに分かっていただきますように、パキスタン、バングラ、それからアフガニスタン、圧倒的に人数同意のインドということで、南アジアがやはり非常に数字が悪くなっています。ただそれ以外はですね、比較的他地域に比べて抑制されていまして、いいような感じになってるんですが、ただ実はこれいくつか理由があって、一つはアジアっていうのは国によってで多少の手の内があるんですけど、かなり早い時期からかなり強烈なですね、ロックダウンをしてですね、経済活動、人の移動を封じ込めたっていうことの効果が現れたってこともあるんでしょうけれども、右のグラフを見ていただきますと、人口100万人あたりの検査数、これ緑色 のグラフが、これは韓国で、韓国は非常に検査数が多いということで、優等生だったんですが、それに比べて他 の, 南アジア、東南アジアの国々を見てみますと、かなりやはり初期において検査数が少ないですね。でこれが最近になりまして、フィリピンもそうですけれども、急速に増えてまいりましたんで、今後検査数が増えればですね、当然それに見合っておそらく感染者数も増えてくるだろうということは容易に想像されます。からもう一つ、これいろんな国にあるんですけれども、外国人のですね、労働者、外国人の労働者というよりも海外の出稼ぎ労働者がですね、今コロナの影響でどんどん帰ってきてるわけですね。でフィリピンのマニラ湾にもいっぱい船が浮いてまして、その中に帰ってこられたですね、出稼ぎ労働者の方がまだいっぱいおられるんですけれども、その方の検査が今わーっと始まってまして、で各国ともそういうところでまた感染者の数が増えていくということだと思います。したがって今日現在見てみるとですね、アジア有志なかなか数字悪くないように見えるんですけれども、ちょっと今後考えてみるとですね、どうかなという気がしているというのが一つでございます。
次のページがですね、先ほど古澤さんの方からIMF の WO の話がございましたが、アジギンもですね、ADO という形でアジアの成長見通しを出しております。で、6月時点に出したのが最新の見通しなんですが、このやはり左側のグラフ見ていただきますと、この赤の実線ですね、これがアジア途上国の、成長見通しで、今年2020年は 0.1 ということであります。かろうじてIMF はマイナス成長の見通しのようですけれども、アジギンは 0.1 ということ でかつ2021年に入ると 6.2 ということで急回復しているように見えます。で、これは捉えて V 字型回復だと伊藤先生もおっしゃってましたけれども、のように見えるんですが、ただこれ古澤さんもおっしゃってましたが、実は成長率は今年谷が深ければですね、当然来年は山が高いわけで、ベースエフェクトですよね。で、そうではなくて、成長率ではなくて、具体的な GDP の絶対値を見てみたのが左なんですね。右なんですね。で、右は購買力平価を使ったですね、アジア開発途上国の GDP の絶対額の推移なんですが、これを見るとですね、V 字にはなってないんですね。やっぱり2019年、2020年、2021年ぐらいまでを見通してもですね、元のパスには戻らないものですから、我々はこれを V 字と言わずに、どちらかというと L 字かなと、L 字かなというふうに思っているわけであります。で、ただしですね、この見通しには一つ決定的なですね、条件がありまして、第2波が来ないということですね。これ第2波が来てしまうとガラッとピッチャーが変わりますので、これ全面かけ直しになると思います。で、その次のページがですね、ADO に乗っけた各国別の成長見通しなんです。で、これも伊藤先生おっしゃってましたが、コロナ危機はいくつかのチャンネルを通じて経済成長に影響を及ぼします。まず一番最初にですね、ビジブルに出てきたのが観光客の激減ですね。これはあっという間にいなくなりました。で、アジアの中でも観光産業にですね、 GDP の2割3割依存している国がありますので、ここもあっという間にやられます。この表でいうと、例えばタイがそうですね、マイナス 6.5% 成長の見通し、フィジーはマイナス 15.0 ということで、観光がやられると、途端に、こういった国のですね、 GDP には影響が大きいということ。から2つ目にですね、需要サイドの影響ですね。これは投資消費が減りまして、で、その結果として貿易や輸出入にも影響してきますんで、比較的経済の開放度が高い国はやられがちということで、例えばこのリストで言いますと、香港とか、シンガポールがそういう国に当たるんだと思います。で、3つ目がですね、供給サイドでして、グローバルバリューチェーンが寸断されることによって、部品が来ないんで物が作れないとか、あるいはその労働者がいなくなりますんでですね、労働市場が混乱して生産に影響を与える等々のですね、あるいはその一次産品価格ですね、一次産品価格が、下落してきますと、この表で言いますと中央アジアなんかには相当大きな影響があるということで、それぞれ国によって範囲が違うんですけれども、コロナの影響っていうのはこういうふうに出てくるというのがアジギンの予想でございます。ただですね、アジギンの予想として 0.1% アジア途上国全体で今年 0.1% プラス成長を予想していますのは、これも古澤さんもおっしゃってましたけど、中国がですね、我々 の見通しでは 1.8% のプラス成長するということがあるものですから、これに引っ張られている面は大きいと思います。で、もう一つですね、債務ですよね。これコロナ危機が起こる前からすでに低金利でしたんで、相当債務残高が各国において積み上がってきてましたが、それが今回のコロナを通じて、各国税収が落ちている中でですね、財政出動してますから、相当ですね、債務残高が積み上がってきたということで、これちょっと見にくい表で恐縮なんですが、右下のこの緑の、これX 軸が財政収支対 GDP 比で、Y 軸がですね、公的債務の GDP 比。ストックとフローですよね、ということなんですが、いろんな国の動きを見るとですね、2019年と21年の動きを見ると、この右下 の緑の枠からですね、この左上のですね、赤の枠の方に悪化してきているということが見れております。で、これ今日の報道にあったんですが、インドネシアなんかとうとうですね、中央銀行が新発国債の直接引き受けを始めるというような報道もありましたし、ちょっと心配な面はございます。で、もう一つですね、我々がこれから不可避的に議論していかなくちゃいけないのは、こうやって悪化した財政状況をいつですね、どんなタイミングでどういうペースで始めるかというのは、多分議論は不可避だと思いますね。リーマンショック後もですね、あの時には2010年のトロントサミットで財政再建に舵を切ったわけですけれども、いつ何時ですね、遅からず早からず、うまいタイミングを見計らって財政再建に舵を切るタイミングが来るんだろうと思います。
から自分の対応ですけれども、顧客ニーズのところを見ていただきますと、最初はですね、まあ、人工呼吸器がない、試験キットがない、マスクがない、無償資金をくれということで、最初は無償資金で対応してました。で、3月に入りましたら、今度はその2番目の箱になりますけれども、むしろ保険セクターの拡充とか、あるいは脆弱層向けのですね、補給金、支給金ですとか、あるいはその金融セクター向けの支援、中小企業向けの支援等々、経済対策を各国打ち始めた。で、片や税収が落ちてくる。したがってそのファイナンスをしてほしいということで、私としてはその真ん中の欄の2つ目にありますけれども、経済対策財政支援プログラムローンと、味金というとイメージ的には橋を作ったりトンネル作ったりハイウェイ作ったり、するイメージが強いかもしれませんが、今回は130億ドルの枠を作ってですね、むしろ財政支援を積極的にやると。でこれも IMF と同じように政策調整のためのですね、政策対応はあえて必要ないと。もちろん資格要件はありますけれども、その資格要件を満たせばですね、政策対応の必要なくですね、迅速に財政支援の、資金を出していくという新しいローンを申請しまして、それを今各国に供与しているところであります。でこれがですね、4月、5月、6月と3ヶ月くらいでアジギンが供与した実践額なんですが、今申し上げたその足の速い財政支援はこの左側のですね、今のところ13カ国にすで、に資金をディスバース、供与しておるわけですけれども、比較的迅速に対応しているつもりです。でそれ以外にですね、さっき申し上げたマスクやですね、テストキット等の、購入のための、無償資金はこの技術協力ということで、これまで9300億ドルぐらいの技術協力の資金を各国に出しております。でそれとはまたさらに別に民間セクターにもですね、運転資金が足りないとか、あるいは貿易金融が途絶するとですね、金融面から貿易がディスラプトされますので、そこをうまく補充してやるための貿易金融等々でですね、10億ドル、全部合わせると3つ合わせると80億ドルを超えるですね、資金をすでに3ヶ月ぐらいの間に供与したということです。で最後にですね、一言だけ。これまでいろんな危機があったんですけれども、これまでの危機っていうのは比較的ですね、ワンパターンで回復するんですね。そのワンパターンって何かっていうと、危機が起こった国の通貨が暴落してですね、で当初は混乱するんですけれども、時間が経つと輸出競争力を回復して、危機から脱するというパターンが一般的でした。ユーロ危機は別なんですけども。今回はですね、おそらく輸入国側もやられた、これグローバルな公衆衛生上の危機ですから、どっかだけがですね、通貨を切り下げて輸出を回復して回復するという、おそらくそういうシナリオにはならないと思いますね。でグローバルに公衆衛生学的にですね、科学的に克服するしかないということだと思います。でその時に気をつけなくちゃいけないのは、さっき申し上げた第二波を絶対に起こさせないこと、これがあると途端に医療崩壊が起こりまして社会不安に伝わります。でもう一つはですね、今のところこれ実体経済上危機なんですが、なんとかですね、これをその、金融危機あるいは通貨危機ですね、に発展させないことが大事かなと思っております。でこれもしそうなっちゃいますと、この実体危機がですね、金融危機、通貨危機に発展して、それがさらにこう実体経済を痛めるということで、負の悪循環が起こってきましてですね、さらにピクチャーが悲観的なものになると思いますので、そこだけはですね、財政措置、それから金融政策、から金融監督上の措置ですね、それからいざとなったら、いろんなスワップモードありますので、いろんな我々の今持っている手段を駆使してですね、そうならないように気をつけた経済運営を、政策協調努力をしながらですね、進めていくべきだろうと思っています。すみません、以上でございます。浅川さん、どうもありがとうございました。フォローアップで一つだけお聞きしたいんですけれども、今回のそのコロナ危機というのは、先ほど私からの説明で言ったように、その需要側のショックと、それから供給側のショック、特にそのサプライチェーンが分断されて、しまったということで、供給側も落ちているという、同時にその需要供給が落ちているというのが特徴だと思うんですけれども、アジア諸国にとっては浅川さんも触れられたように、その輸出ドライブをかけて回復するといういつものパターンが、もちろん先進国の需要もないわけですけれども、そのこちらの方の供給の方もそのサプライチェーンの分断ということで、需要があっても追いつかないんじゃないかという点、それでもう一つですね、今言った話ともう一つ関連しているのは、その米中のその貿易戦争、それからディカップリングのような議論があって、その間に米中の間に入ったそのアジアの国が、どっちかに輸出するのを決めなきゃいけない
あるいはアメリカ側につくのか中国側につくのかというようなことを迫られるリスクもあるんじゃないかと思うんですが、こういったその回復のシナリオのところで、そのサプライチェーンの分断、それから米中貿易摩擦ということについて、何か阿智銀としてはお考えあるでしょうか。阿智銀としては、どうもありがとうございます。阿智銀としてはというよりも、私はすみません、はい、個人的な見解になるかもしれませんが、まあ、大きく考えるとですね、要はその、まあ、今までずっとグローバリゼーションということで、まあ、アジア経済もそうでしたけれども、それを背景に発展してきた世界経済と、それから国家主権ですよね。国家主権という今問題があって、でいろんなところでこのグローバリゼーションの動きと国家主権というのは、まあ、縦と横との関係ですから、まあ、摩擦を生ずるわけですよね。で例えば、まあ、税金なんかもそうですし、今ベップスという話もありましたけれども、それからリブラなんかもそうですね。非常に今安価なですね、決済、国境を越えた安価な決済手段を民間企業がですね、国に代わってまあ提供するような、いわゆる国家主権と通貨主権に対する、まあ、ある意味では挑戦みたいなことがよく言われてきました。でそういう意味で見ますと、今回のコロナ危機はですね、完全にその国がボートを閉じてですね、人の移動を完全にこう抹殺しましたから、妙によってはですね、これが国家主権のですね、グローバリゼーションに対する、まあ、反逆であるみたいなですね、見方があって、それが引いてはですね、従ってコロナ後の世界もですね、まあ、経済は分断して、今伊藤先生おっしゃったようにですね、グローバリゼーションも完全に寸断されてですね、ブロック化経済化しておしまいというような議論もあるんですけども、私は全然そう思ってなくてですね、コロナ危機というのは経済危機ではなくて公衆衛生上の危機ですから。でフィリピンなんかもそうですけど、今まで 6% 成長していた経済をマイナス成長を落としてですね、で無理をして国境を閉ざしているわけですよね。誰も好き好んでやってるわけではない。だからもう一つは、これグローバル、どの国もやられてますから、ある、まあ、一部の国あるいは地域だけがですね、国境を閉ざしてサバイブするというものでもないということなもんですから、必ずおそらく経済的に見ると、ワクチンができですね、薬ができてくればですね、多分グローバリゼーションとは戻ってくると思います。当然サプライチェーンもですね、多少そのリスク分散の観点から、まあ、例えば中国オンリーというよりは中国プラスですね、いくつかの国をに生産拠点を分散させるというようなことになるかもしれませんけれども、形を変えてですね、グローバリゼーションあるいはそのグローバルサプライチェーンと戻ってくると思います。でその中においてですね、今伊藤先生おっしゃったその米中摩擦ってこれ確実に 今から悪化していきます。おそらく大統領選挙の以下を問わずですね、どちらがおかしになるにしても米中関係というのは今後複雑さを増してくると思います。でグローバリゼーションを戻ってくる中でですね、米中経済が悪化してくるということでですね、日本にとって非常に大事なのは、じゃあ日本は対アジアとの付き合い方はどうするかということだと思いますね。でただその時にですね、あまりそのアメリカを取るか中国を取るか、いやどちらも取れないからアジアだということではなくてですね、さっき申し上げたようにグローバリゼーション戻ってくる中で、アジアがそのグローバリゼーションを再び享受してですね、世界の成長エンジンになるような、おそらく時が来ると思いますので、日本としてはアジアとの、まあ、資本取引や経常取引におけるですね、自立性を高めながらですね、やっぱりグローバリゼーションを阻害しないような道を模索していくと、そういうことじゃないかと思います。ありがとうございました。では次に、3人目、本田元美賀長官よりプレゼンをいただき、その後議論に進みたいと思います。本田さん、よろしくお願いします。伊藤先生、どうもありがとうございます。コロンビア大学の本田でございます。日本の皆様こんばんは。北米から入っていらっしゃる皆様おはようございます。資料を私も準備させていただきましたので、ちょっとそれを使わせていただきたいと思います。ですね、本日私から申し上げたいポイントは4つでございます。まず1つ目はですね、現在コロナの主戦場がもう先進国から発展途上国に移っているということです。ご存知のように、中国で、ね、感染が広がり、それが欧州で猛威を振るい、それから米国、特に今ニューヨークに来たコロナなんですが、これが5月の半ばぐらいから1日あたりの新規感染者数の過半数が発展途上国に出るようになりました。これはジョンズ・ホプキンス・ユニバーシティのデータをもとに私が自分で集計をしたものでございます。で、6月30日時点では、
新規の患者、1日当たりの新規の患者の 73% が発展途上国から出ているという状態です。これ多いところは、まあ南米とですね、あとはロシアとかインドとかっていうところが多いんですが、特にですねこの地域だけが多いという今状態ではなくなってきています。でここからも分かるようにやっぱりウイルスは国境を越える。でこれはどういうことかというと、発展途上国での感染抑制というのは発展途上国のためだけのものではなくて、先進国にもその利益を享受されるというふうに思っています。そういう意味でやっぱり発展途上国のウイルス抑制の感染というのは大事だと思っています。第2番目のポイントなんですが、ちょっと浅川総裁のお話にもございましたように、今や発展途上国向けの支援の一部というのも民活をするということになっています。これはどういうことかというと、このチャートでお示ししているのは ODA、 いわゆる、まあ、公的な資金の援助と民間による対外直接投資 FDI 発展途上国向けっていうのを比べたものなんですが、1994年まではODA の方が多かったんですね。ところがだんだん FDI の方が大きく増えまして、今では2017年の時点では FDI が ODA の3倍強という状態でした。でこれは残念なことに、今のアンクタッドが出している予想では2020年はですね、対前年比2019年比4割ぐらい減少するんじゃないかと言われています。従いましてODA、これを、まあ、IMF とか、アジア会議さんから出していただくということも非常に大事だと思うんですけれども、アジア会議もされていたように民間の投資の支援というのも非常に大事になってくると思っております。これは先ほどちょっとお話が出ました日本の貢献、日本はですね、世銀グループにおいても第2位の株主、まあ、国連と違って国連は一国一票なんですけれども、世銀は、持ち株割合というところがございまして、日本第2位でございます。これは IFC においても世銀においてもミガにおいても同様でございますが、そのいわゆる資金的な援助、あとは、まあ、人を出してやっていくというのに加えまして、民間の投資というのが非常に大事な状態になっています。それは次のページの次のポイントでもちょっとお話をさせていただきます。で私の3番目のポイントというのは、皆様の中にはそうは言っても民間ってやっぱりちゃんとリターン出す、人のお金でビジネスをしてるんだからちゃんとリターン出さないといけないよね、そういう人たちが公的なインパクトっていうのをちゃんと出せるのかというお話を時々いただくんですが、私の答えは、出せますというものでございます。これは2013年の7月から2019年の3月に MIGA がサポートした民間海外直接投資に対してにおいてどういったような開発効果がなったかというのを出したものです。ちなみに MIGA は何をしているかと申し、一言ちょっと申し上げますと、民間企業のクロスボーダーの投資においてビジネス以外のリスク、例えば為替が打開できないですとか、政府が契約を守ってくれないとか、そういったリスクを保証しています。で、2013年7月から2019年の3月までに260億ドルの民間による対外直接投資をサポートしておりましたが、これによるサポートの効果の一つとして5000万人、これはスペインの人口なんですけれども、5000万人の人のお家に電気が来た。あとこれは非常に大事だと思ってますのが、2150万人が病院を受診できるようになった。でこのヘルスケアは今多分非常に重要なポイントだと思うので、少し詳しくお話しますと、例えばトルコのシリア国境の近くにある病院の、これはですねエクイティ投資、それから、借り入れ、それとオペレーションも全部民間のパッケージになってるんですけれども、これをサポートしています。でフランスのファンドさんが、マイクイティを出してらっしゃるんですが、そのファンドの例えばですね投資家として DBJ が入ってる。あと またに同様の病院を、これは割と首都の近くにトルコで作っているんですが、それはですね日本の商社、
それからネクシ、ジェビック、ミガ、まあ、あのオールジャパンじゃなくてジャパンも入ったグローバルで、全身病院を作ってですね、いわゆる ICU のあるような病院を作って、これも稼働が始まっています。今回コロナが来ると思っておりませんでしたけれども、それにこの非常に間に合ってよかったなと思っています。まあ、こういうように民間投資、それも日本を含める民間投資でですね、かなりのものができてきています。で、最後のポイントは、ではミガが、このコロナでどういう対策をしているか、これはミガの現長官であるマタノさん、今日実はな、マタノ長官もご参加いただいてるんですけど、このウェビナーにから教えていただいたのが3本柱というのをご紹介したいと思います。第一の柱が、やはりこれは浅川総裁がおっしゃってたように、足りない医療器具、医療用品がたくさんあると。それを購入するにあたっての資金調達に3保証をつけています。第二の柱が、医療器具以外にもサポートしなければいけないものがこれたくさんありますので、発展途上国でも新たな資金投資を、資金調達をしているわけですが、これに対する、債務保証枠を20億ドル、設けています。第3の柱が、トレードファイナンスですね、貿易金融、これに関しては IFC と共同でやるという、こういう3つの柱でございます。ので、私の方から申し上げたかったことっていうのは、やっぱり発展途上国、皆様が思っているよりもニュースではあまりお聞きにならないかもしれませんけれども、コロナの影響というのは非常に大きい。そこをどういうふうに支援していくかですが、ODA による公的な資金による支援というのも大変なんですけれども、民間の投資がここで止まってしまわないようにこれを支援する、そういう策をですね、アジア会議さんも出たと思いますけれども、ミガでもいろいろなプログラムが出てきておりますので、今日はたくさん商社や銀行の方々にもご参加をいただいていますので、この時期に発展途上国かという大変かというふうに思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ投資を止めないで、こういう支援策をうまく活用して、発展途上国への民間投資というものを拡大させていっていただきたいと思います。私の方からは以上です。ありがとうございました。すみません、1点だけ、発展途上国の中にもいろいろ格差があると思うんですけど、新興国はかなり中所得ですけれども、やはり発展途上国の一番発展が遅れているのはアフリカだと思うんですね。アジアの話は先ほど、アジアはマシな方だというお話が浅川さんからありましたけれども、そのアフリカに関してはその感染者の増加とか、あるいは民間投資もなかなか入らないんじゃないかとか、なかなか厳しい状況にあると思うんですけれども、世銀グループとしてそのアフリカに対してどういう支援が一番効果的であるか、特にそのコロナの中でということについて何か一言を教えていただけますか。今アフリカの中でですね、感染者がものすごく増えているのは南アフリカ、南アはものすごく数が増えていてですね、私個人大変心配しています。 ですけど南アが増えると、そこから先に、南アっていろんなアフリカの国とリンクがあるので、これから今後増えていくのではないかと思っています。でちなみに現在、発展途上国で、コロナの患者感染者が確認されているのはもう190カ国超えているので、ほぼ全ての国で患者が出ているというのは申し上げたいです。でそういった中で、さっきのミガの3本柱も低所得国、これの間国と我々言ってるんですけれども、1人当たり の年間 GDP が1100ドルを下回る国ですね、1140ドルかな、を下回る国、それから、さらにフラジル&コンフリクティブステート、すいません、細かい話でというのがあるんですけれども、そういう国を中心に、さっきの三本柱が行くことになるはずなので、そこはですね、頑張っていきたいと思います。一方 FCS、 そのプラジャイルコンプリケティッドステージは民間投資はなかなか難しい。もちろんあります、伊藤忠さんのシオラレオンとかあるんですけれども、なかなか難しいので、ここは ODA で頑張っていただいて、で、民間はもうちょっと収入の高い国っていうんですか、そういう住み分けもあるかなと思っております。ありがとうございました。ではこ
方からはですね、視聴者からいただいた質問も加えて、3人の方に質問を振っていきたいと思うんですけれども、まず浅川さんにですね、アジアで、もう一つ中国が中心になって作った AIIB というのがあるんですけれども、この AIIB と ADB の、役割、競争なのか協調なのか、あるいはこのコロナの中で AIIB は何をやっているのかということについて、もし一言いただけるのであればお願いします。わかりました。AIIB は投資インフラ投資銀行で、アジ銀はアジア開発銀行ですから、開発と投資ということで重なり合いはありますけれども、基本的にはですね、住み分けが可能なですね、役割分担があるんだろうというふうに思ってます。で、現実ですね、 AIIB はできてまだ間もないんですけれども、まだ職員の数もそんなに多くないもんですから、 AIIB と我々との間でとりあえず協調融資ということでですね、10件ぐらい責任等をやっておられますけれども、基本的には AIIB の、立ち上がりを責任やアジ銀がですねお助けするような形で協調融資ということで、いろんなプロジェクトが始まっております。それが一つ。もう一つですね、このコロナ危機でですね、AIIB が何をしたかというと、もともとこれインフラ投資ですからコロナ危機とは関係ないんですけれども、実はそこは金総裁がですね、英断を振るわれまして、アジ銀とセ銀との協調融資に限って AIIB もですね、5ビリオンという枠があるんですけれども、財政資金融資をしていこうじゃないかということで決断されたんですね。で、理事会も通してで、従いまして今アジ銀がさっき見ていただいた10カ国ぐらいにですね、シプロという財政資金出してますけれども、そのうち6カ国はですね、実は AIIB をついてきていただいてましてですね、アジ銀が財政資金を出すとですね、その後ですね、同じ国に対してですね、 AIIB も実は財政資金を出すということで、ここもですね、きれいな協調関係になってますので、決して競合関係ということではなくてですね、協調関係を駆使しながらこのコロナ危機を乗り切っていこうということで、非常に期間うまく関係良好にやっております。ありがとうございました。じゃあ次に古澤さんに質問なんですけれども、先ほど浅川さんのお話の中にもあったその債務ですね。で、もちろんその経済の下支えするのに財政を先進国たくさん出しているわけですけれども、発展途上国も同意出していると、その中で、その債務がどんどん積み上がっているということに IMF としてですね、どういった危機感を持っているのかいないのか、それからその長期的にこれをどうしたらいいかということについて何か政策アドバイスをしているのかということについて教えていただければと思います。これは今回ですね、6月に改定した見通しの一番後ろにですね、財政について特別にですね、テーマを設けてつけております。それだけ我々この債務の積み上がりというのはですね、さっきちょっと申し上げましたように、危惧しているところであります。初めてですね、先進国、途上国両方合わせた世界全体の GDP が100%、GDP 比のですね、債務が 100% 超えるということで、先進国は 130% ぐらい、新興国は 63% ぐらいですけれども、これはやっぱり今やってるコロナ対策の政策はですね、これはもう本当に必要なことなんで、いいですが、景気が軌道乗ったところでですね、やはり中長期的なその財政のフレームをきちっと作ってですね、それに従って財政の管理をやっていくということが重要というのは、これはおそらくこれから我々の政策アドバイスの中のですね、一丁目一番地に近いところになるんだと思うんですね。国によって状況はいろいろ違いますけれども、でコロナの時はですね、医療支援とかあるいは所得保障とか、それから雇用の保障とかそういうものでしたけれども、これからはですね、やはりその経済の状況構造が変わっていきますから、そういうそのシフトに応じてですね、新しいその経済状況に対応したような財政、そこにそのフォーカスしていくと、今後発展していくようなセクターあるいは雇用のところにですね、うまく、移動できるようにですね、財政が支援をしていくということが重要だと思います。
大変そこは IMF として、重要だと思っています。ありがとうございました。次にですね、本田さんにその民間との協力ということを強調をしていただいたんですけれども、その、まあ、ミガの役割というのはよく分かりました。で、その責任グループ全体として、あるいは IDA のいろいろなファシリティ、ウィンドウがあると思うんですけれども、そういうところで民間、そういうところでもですね、その民間とどういった協力が、このコロナによっての協力がですね、コロナによって何か変わったのかと。で、このニューノーマルになったときに、その国際金融機関と民間金融機関、あるいは投資会社との協力関係というのは、より強固になるのかならないのかということについて、何かご見識がありましたら、お聞きしたいと思います。ありがとうございます。世銀における民活というのは少し前から進んでまして、少なくとも私が知っているだけで、まあ、3つございます。1つ目がですね、IDA の中にプライベートセクターウィンドウというのを、IDA というのは低所得国向けの、まあ、トラストファンドで、まあ、一部グラント、一部は低利融資なんですけれども、これを、IFC とか MIGA の低所得国の向けで、プロジェクトで使えるようになっている。これ日本の投資家さんでいうと、さっきちょっとお話をしました伊藤忠さんがアフリカのシエラレオンでパイナップル工場を作られて、そこに使ったりとかですね、あと去年の夏、ソロモン諸島、ガダルカナル島にセルフ発展所を作ったんですけども、そこは韓国の投資なんですが、それで使わせていただいたりしています。あと2つ目が、パンデミックファンドというのをエボラの時に作りまして、で今回それは活用されています。ただですね、感染症がリスクだというのはその頃、まあ、話は出ていて、でも感染症を民間使ってですね、それに対するファンドを作るというのはやっぱり初めてだったので、トリガーポイント、つまりどういう時にこのお金が出るのかというのをちょっと注意深く設定してしまったがために、ちょっと今回伺われるのが遅れたというようなお叱りも聞いてはいるんですが、しかしないよりは良かった、もう出てますからないよりは良かった。で、まあ、そういう意味では今までの今回のこのコロナでのラーニングをもとに、多分感染症これが最後じゃないですよね。今回このコロナの中で今後でまたエボラが出たりしてるんですけれども、したがって今回の学びをもとに良くしていくというのがいいと思います。で、3つ目が、さっきまあちょっと申し、ミガの3本柱申し上げましたけど、IOC も同様のことをしていて、なるべく低所得国に、そういうようなファシリティを使っていただければというふうに思っている次第です。ありがとうございます。残り時間も少なくなってきましたので、すいません。3人の方にそれぞれ1分で、日本の若い人にこれからその国際機関に、入って活躍するためには今何をしなきゃいけないのかという、その若い人に対する呼びかけをですね、1分間ずつでお願いしたいと思います。本田さんからどうぞ。ありがとうございます。今日本では、まあ、ちょっと今年はコロナで状況が近いかもしれませんけれども、多分たくさん仕事はある、そういった中で、なんですけれども、そういった中で、じゃあ仕事があるから日本で、本当に日本は食べ物も美味しいし、住むにもいいところだと思うんですが、人生やっぱり一度ですから、いろんなところに飛び出してですね、いろんな貢献をすることを考えていただきたい。で、じゃあ気持ちがですね、そこまで潜ってくればすぐ仕事ができるかというと、そうではなくて、やっぱり発展途上国で仕事をするな、まあ、米国の仕事をする、国際機関で仕事をするというのはそんなに簡単ではないので、なんかこう自分の得意技、経済学でもいいですし、エンジニアリングでもいいんですけども、を持っていただいて、あとまあ語学力をつけていただいて、でもそういう若い日本の若い方々にたくさん活躍していただきたいと思っています。ありがとうございます。古澤さん、一言。おっしゃられたようにですね、国際機関というのは非常にやりがいのある、魅力のある職場だと思います。ぜひ
皆さんですね、アプライしてもらいたいんですが、やはりその基礎的なインフラというかですね、本田さんもおっしゃられたように、まあ、IMF の場合ですと、まあ、当然英語とですね、それから経済学の知識ですね、まあ、経済学部にいなくちゃいけないということでもないんですけれども、そういった基礎的な部分をですね、やはり若い皆さんぜひ磨いていただいてですね、それで本当にやりがいのある職場ですから、アプライをしていただきたいと思います。浅川さん、今回のですね、コロナ危機はグローバルな危機なんで、当然処方箋もグローバルな処方箋がいると。でその処方箋の中のやはり一つの重要なアクターっていうのは国際金融機関だと思いますね。 IMF もそうですし、世銀もそうですし、アジア会議もそうです。でその中で私実は着任したのは1月だったんですが、すぐにコロナ危機に見舞われまして、まあ、みんなから同情されてるんですけれども、実は私自身ですね、結構仕事楽しんでましてですね、こういうちょうどこの危機の中にあってですね、アジギの、まあ、こうした職についてですね、まあ、域内の、まあ、経済それから人々のためにですね、何らかの声ができるのであればということで、結構充実した毎日を送らせていただいてます。で、アジギは専門職員が1000数百人いるんですけれども、一番実は支援が大きいのは日本人でございます。いろんなバックグラウンドを持った、いろんな経験を積んだ日本人の方が大活躍されてますので、ぜひですね、志のある方はぜひアジギにも目を向けていただければと思います。ありがとうございました。大変残念ながら予定の時間が来てしまいましたので、パネリストの皆様にはコロナウイルスの感染が収束次第、ぜひともコロンビア大学のキャンパスにお越しいただいて同様の機能をしていただきたいと思います。ではパネルの皆様、どうもありがとうございました。ここから先はその予告に入れさせていただきます。浅川さん、古澤さん、本田さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。本ウェビナーシリーズ、次回は来週7月15日で、 ESG Investing in the COVID-19 Era ということで、英語で配信いたします。ゴールドマンサックス証券株式会社副会長、グローバルマクロ調査部アジア部門統括チーフ日本株ストラテジストであるキャフィー松井さんと、ステートストリートコーポレーションのロナルド・ハンリー会長兼最高経営責任者をお迎えしてお届けいたします。今回と同様、日本午後9時、ニューヨーク午前8時から1時間でございます。登録まだの方はぜひ登録してご参加ください。その後も7月20日、これは西村大臣と、それからグレン・ハバードコロンビア大学教授を迎えて、行います。これは月曜日に行います。それして8月5日は中央銀行を話題にしまして、黒田日本銀行総裁とジャネット・イエレン、前、FRB 議長のパネルになっております。最後に、スイジェブのスポンサーの皆様、どうもありがとうございました。スイジェブのこうした活動を支えて、くださるスポンサーの皆様のお名前は感謝を込めてこの画面に表示させて、いただきます。そして視聴者の皆様、本日は大変、ご清聴ありがとうございました。このような活動を通じてですね、日本とアメリカの橋渡しをこれからも続けていきたいと思います。大変どうもありがとうございました。